今回はニューデイズの手焼きつくね&目玉焼き風オムレツですね。こちらのおにぎりを食べていきたいと思います。早速こちら切っていきますよ。残念ですけど、いいんじゃないですかね。この卵の黄身がまたいいですね。早速こちら食べていきたいと思います。岐阜のオムレツがやっぱり際立ってますね。つくねとの相性も抜群ですよ。これ1個で結構満足できるおにぎりじゃないですかね。この黄身の垂れ具合ですからね、いいんじゃないですかね。溢れ出る黄身ですからね。つくねのコリコリ感もいいですね。いや、食べ応えありますね。黄身ですよ。ということで、今回このニューデイズの照り焼きつくね&目玉焼き風オムレツのおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。